本当に打てない男。決まったストライク。打てない男、百瀬。終了しまして3対3、この2点は何、チーム同点に追いつかれています。ちょっと待って、この2点は本当に冗談抜きで何、はい、どうも皆さんこんにちは、UFO 高校です。本日は春の選抜準決勝戦やっていきたいと思います。ご無沙汰なんですよね、実は。多分、準優勝して以来なので、多分、6年ぶりとか、そのあたりになるんですけど、ちょっとね、今年の、選手の皆様は、なんすかね、よく言えば、ね、粘りっこいんですけど、なんか悪く言えば、ちょっと足りないところがあるので、頑張ってください。さあ、山梨の同士じゃないですか。大会12日目、同士も練習試合以来だな。試合の模様をお届けします。一塁側、山梨代表、強豪、同士。さあ、こういうところにもね、負けてきたんでね。先行チーム、はい、うおー、綺麗な六角形守りに散っていきました。さあ、注目の準決勝。さあ、ワン1。ワンアウトランナー、一塁という場面でバッターは新春遠征。さあ、見ていきます。マウンド上は崎山。なるほど、しょうがないのだ、ちょっと、うん、怖いね、何してくるか分かんないね、キャッチャー怖いな。さあどうするか。ヌードラウントが第9位投げた、ニョキはないけど投げた、空振り、少し意識してきた。どう見てもボール球なんですが。一塁牽制、タッチはセーフ。投球は3球目。ボール。そうだね、まあ無理に慌てずに。次が4球目、投げました。見送ってストライク。ショートいっぱい。さあ、投球は5球目。ちょっと切れるね。投げました。流し打ち。これはライン、素晴らしい。一塁ランナー二塁を回った。ひとまずちょっと帰ってこれるのはしょうがない。いいバッティングを見せました。アイキ結構綺麗、危ねえなあいつも。アイキは結構綺麗だがね、いいですよね。最近当たってきてますね。インコースからストレート。第二球投げました。二球目ストレート。ストレートが追い込んできてますが。投球は三球目。投げました。内角ボール球だ。悪くはないけど、ショートが良かった。クリアチェンジ。先行チーム打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。3回の表が終わって1対0です。もうあいつなんなん。を迎えました。ワンアウトランナー2塁の場面でバッターは新春遠征、イオン大砲アイキ。同志、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。残念。2球目ストレーク。バッター追い引っ張るとでも思うのか。第3球を投げました。外角高め、ボール。ただやっぱ6回少ないね。投げた、空振り三振。お前もう熊、今日はサードゴロとショートフライ。第9球投げた、アウトロー際どい球、ボール。いや、セーフティーする勇気はないよ、ぶっちゃけ。第2球、インハイ、ボール。第3球を投げた、3球目ストレーク。入れやがった。振り返って2塁牽制球。第4球を投げた、外のボール球。うめえ、これは回すでしょ。松沢、あー、こいつ。ボールは中継、先行チーム勝ち越し、2対1。あ、いいとこで勝ち越したけど、カイトがここで突き放す1打が打てるかな。問題は二塁タッチはセーフ。投げた、あ、結構外野深かったじゃん。長打警戒しとって。第2球、ストレートはボール。第3球は打ちました。これはショートの動き出しが見事。ああ、こぼした。記録はショートのエラー。ショートのエラーです。
さあ、打順をちょっと今日は6番に長谷を挙げております。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。いけるかな、期待に応えたい。高めに送ってストライク。初球から行ってもよかったよ、今のボールは。第2球投げました。うわー、そのボール振っちゃいますか。第3球を投げました。打ちました。引っ掛けたな、今度は落とさん。あー、ちょっと先頭チームちょっとこの回荒れてますね。ショート2つ目です。チャンスが続いています。バッターはピッチャー柳川。第9決まった。ストライク。なんか苦しそうですよね、やっぱりこういう、やっぱ内野が足引っ張ると、もう僕もかなりこういうの見てきてるんで痛いほど気持ちわかるんですけど、ね、投げました。内野が結構やっぱ足引っ張っちゃう、ピッチャー頑張っててもあんまり意味ないですよね。あー、アウトコースだな。ちょっと6回の表が終わって3対1、先行チーム2点勝ち越しです。さあ、ここで問題は粘れるかどうかなんです。先行チーム、ここは何とかしのぎたい。バカみたいになんかあれなんですよ。という場面でバッターは新3年生シーナ、マウンド上ピッチャーリオン A 級柳川。ここはもうゴリ押すしかない。やばい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 、おお、危ない。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあ、ここはゲッツー体勢を取ります。打ちました。セカンドゲッツー。二塁フォースアウト。あー、エラー戦かったらワンダブルプレー取れたかもね。さあ、ラッキーボールの本領を発揮することができるか。第9球、ここは初球を打ちました。おー、助かった。中谷自らベースを踏んで3アウト。柳川踏ん張ってランナー2人、なんとか踏ん張りました。中盤まで終了しまして3対1です。10安打打たれて、なんだろうね。先行チームネイドで迎える7回です。ノーバウンドランナー1塁という場面でバッターは新2年生佐山。あー、ちょっとそれは強い。正面に転がったセカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。先行チーム完全に流れ変えられたよ。2アウトランナー2塁という場面でバッターは新3年生コタコタ。マジかよ、もう。第2球投げた、内角外れてボール。うわー、あのバカ本当にもう。投げた、決まってストライク。バットないにストライクで降りましょうかな。次は4球目、投げた、打ちました。あそこでスライダー、さすが。これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。オッケーだけど、までが終了しまして3対3。この2点は何、先行チーム同点に追いつかれています。ちょっと待って、この2点は本当に冗談の時に何。同点で迎える8回です。バッターリオン対抗相手、今日はここまで3打数1安打1三振決まってストライク。しかもさ、引っ張りに警戒します。第2球、まだ100球いってないの。切れてんだよな。しかも今度は先行っていう立場なんですよ。第3球を高校じゃないんですよ。投げました、空振り。そこなんですよね、投球。これから4球目、あの本当に柳川苦しいから、もう一塁という場面でバッターは新進、先行チームここで伝令を送りました。伝令入れます。監督のメッセージがナインに伝わります。もうちょっと本当にええ加減にしないと柳川がもう泣くから、かわいそうすぎる、申し訳ないんだよ。初球空振りから、まあ、2点取られた柳川も悪いんや。第3球はうわー、完全に弱い打球で進められたな。気迫を見せましたが、ここは及びません。打たれてんだよ。第9投げました、ストレート。まずは入れてきました。本当は点取った時にこう投げました。インコース低めストレート、軽く追い込んでまいりました。追い込んで第3球を流し打ち、ボール。ねえ、もうああいう打球が一番嫌だ。投げました、見ていて嫌だ。さあ、5球は5球目、打ちました、詰まった、取ってアウト、スリーアウト。お前のバントのせいで流れが変わっちゃったんだぞ。2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしまいました。8回の裏が終わりまして3対3です。さあ、いよいよ最終回、トップバッターは海藤。先行チーム、ここは何とか塁に出たいところ。そうなんだよ、ただ盗塁しにくいしね。投げました、インコース、ストレートは外れてもしかもなんか4安打と13安打投げた、何があったんだって。投球はこれから3球目、渾身のストレート空振り、バッター追い込まれました。
第4球を投げた。打ちました。それは上げすぎ。打ち返した打球がセンターへのフライ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。崎山降板、右の荻田、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9球、ボール。球速はやっぱ遅くなったことは大きいけど、第2球、問題はそれで打った。いやー、打ってもしかないな。ボールを取る、荻田取って、いやー、どうしようこれ。バッターは第1マルキ。さあ、ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。投げた、低め、低め、外れてボール。第2球、柳川を下げます。投げた、低め、低め、ボール。正直言うと、ここはもう2年生で行った方がいいんじゃねえかな。投げた、打ちました。これはファーストの真正面。真正面。一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって3対3、同点です。エラーしてないのにヒットは出ない。柳川降板、右のイークラ、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。9回の裏、同志攻撃に入ります。先頭バッターが再びスリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。絶対させねえよ。カーブ掴んだ、一塁送球。危ねえ。おい、飛躍を見せましたが、おい、一つのミスが命取りだぞ、マジで。かー、もうこいつに打たれとんかよ。投げました、外れた。マジでなんなん、第2球、バフじゃねえの本当に。投げました、見送ってボール。おい、いくらどこ掘ってんだこら。まジェットボールだったらどうすんだよ。投げました、打った、宇宙からのフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは1年生江藤、今日はここまで4打数ノーヒット2三振。第9球、投げました、初球見送ってストライク。第2球、投げました、直球空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目。さあ、154キロで三振、空振り三振。いくら見事なピッチングです。これで流れが変わるかな。試合はこれから延長に入ります。この回のトップバッターは百瀬。もう打てないやつ。あだ名は打てない。投げた、決まった、ストライク。まずは見送りました。第2球、投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、1つ外した、ボール。投球これから4球目。高め、ボール球、決める、ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト。マジでこいつも週末声で話し合いてる。さや、今日はここまで。バカ野郎や。バカ野郎って言ってしまってるけど。内角に送ってストライク。いつもなんでピッチャー前に転がしてダブルプレーにするようなことや。初球ストライクか。第2球、投げた、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。レートが遅いからワンチャン投げができると思う。第4球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。さあ、投球は5球目。投げました、アウトコース外れてフォアボール。打順をトップに返って川田。先行チーム代走を送ります。中森一塁に入りました。第9、中森スタート、投球ストライク、二塁ストライク。おい、先行チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。投球これから2球目、ボール。意外となんかセーフティーバントとかの方が面白いんじゃないかな、的には思ったりするけど。第3球を投げました、ストレートはボール、低め。ただなんか定まってないんだよ、個人的な。第4球は打ちました、二球交代、取りました。あ、転がせて指示しない、打ち上げろとは指示しない。持ち前の熱血が力を発揮する。まさにバカヤンやないわ。投げました、インコースに送ってストライク。それ振ってほしかったな。1球目ストライクから第2球、見送ってストライク。早くも追い込まれています。追い込んでから第3球を打ちました、ピッチャー返し。でもこれはちょっとさすがに帰れない。センターバックホーム、しょうがない。
勝のナイスバッティングです。今日これで5打数3安打。マイキが打てん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 、本当に投げた。空振りが多い。その後2三振だから、本当に何だろう、投げた。サード前方のフライになりました。最悪じゃん。落下点掴んで、これで3アウトになります。先行チーム三塁までランナーを進めましたが、勝ち越し点は挙げられませんでした。10回の表が終了して3対3です。さあここは守備を変えてくるようです。延長10回の裏、同志攻撃に入ります。トップバッターは小峰、ここまでヒットは3本。いいな、打たれて投げた。ボール、まずは内角低め。第2球投げた。詰まらせた。キャッチャーの加点掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2年生小田、今日はここまで4打数1安打。第9投げた。初球を打った。うわー、なんでそれ。小田、いいバッティングを。同志ダイソー投入です。白倉一塁に入りました。バッターは2年生シーナ。ここ使いどこかな。さあ調子を上げることはできるか。使うとこじゃない。ゲッツー体勢を取ります。第9投げました。1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。ねえおい、一塁へ一つ牽制球を送りました。なんか明らかに向こうの方がいい音聞こえるんだね。追い込んで投げました。打ちました。さあ4球目外れた。ボール、ああいうの逆方向に持ってかれたホームランとかって投げました。打ちました。これ詰まらした。吉田二塁送る。ああいいよ、オッケー。進塁させなかったのこれは素晴らしい。第9投げました。ボール、それ入ってね。第2球投げました。打ちました。ピッチャー、あーもうボールは中継。松田はナイスバッティングです。先行チームさよならのピンチとなりました。最悪。第9投げた。インコース低め、ストライク、いきなり154キロ。投球これから2球目打ちました。おー、危ねえ。もういくら。ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。10回までが終了しまして3対3です。マジ心臓悪い。ここは守備を変えてくるようです。11回の表、先行チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは熊。先行チーム、ここは何が何でも出塁したいところ。いや、そりゃそうだ。投げた。もう何が何でも出塁する気でいないと。ほら投げた。ただのカーブ。もう外角へ。第3球を投げた。ストレートはもう入ってない、入ってない。第4球を投げた。4球目ストレート。まあまあまあ、それはいい。次は5球目投げました。ストレート。うまいなあ、コースが甘いんだよ今も。またして俺がバカだった。投球はこれから6球目インコース。あーボールを掴んでアウト、ワンアウト。もうこいつも仕事しとらへんやんけ。投げました。初球はストライク。それをピッチャーに向けて叩きゃいいんだよ。初球ストライク。投げました。ボール。第3球を投げました。高速シュート。ボール。アウトコース高め。次は4球目投げました。見送ってボール。なんてええか、ここは投げた。アウトコース高め見送ってファーボール。バッターは1年生中谷。マジ中谷もう誰やらしいな、ほんと。第9投げた。ボール。なんか入ってないよな気がする。第2球ボール。入ってない。第3球を投げた。ボール。ほらほらほら、入ってない、入ってない。第4球を投げた。無理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 無
まあやるしかないし。第2球それか任せるから。インコース空振り。それは振らんでよくねえか。第3球は空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。低めボール球。うめえ。センターこいつ。こいつ。でもどの道これは勝負あったか。本当に打てない男、打てない男モモセ。ひどいね。令和に8道に第2球投げました。これも空振り。バッター追い込まれました。マジでさ、あの当て抜きあんの。投げました。打ちました。抜けた。抜けちゃったよ。先ほどからセカンドの守備に入っている押し出し。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。もう、まあ、ああいうのはあるけどね。サードがなんか弾いたみたいな感じのやつです、ね。第2球投げました。振らなくていいよ。第3球を投げました。何かと決まるか。まあ見ていいんじゃん。次は4球目投げた。これは外れてフォアボール。死のストレートのフォアボールを与えます。全く今日ヒットない。第9位、お前いいとこなしやな。遊んでる場合ちゃうぞ。第2球投げた。ストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。インコースのボール左。ファー投げた。低めボールが当たった。あー抜けた。こいつちょっと続けにこいつ。先頭チームさらに1点追加。今日ツーベースを打っている塩野。さあ今日3安打と好調の塩野。超スローボール見送ってストライク。ワンマンストレやないかよ。第2球投げた。高めの球投げた。第3球を投げました。もう第4球を投げました。ストライク。決められたもんだね。俺らも本当にチキショー。投げました。初球決まってストライク。第2球投げました。流し打ち。これは抜けてったな。ライトコいつしない。先行チームさらに1点追加。 IP タイムリーヒット。先行チームなおもチャンスが続きます。ここで打者一巡してバッターはクマ。ぶっ飛ばしてもらう。第9位投げました。ストレートはストレート。ぶっ飛ばしてもらう。見送りました。第2球空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を三振。バットが空を切りました。延長11回の表が終わって8対3。先行チーム5点勝ち。イークリ降板。右の南部今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあじゃあ慌てずに行きましょう。第9球おいしょい。アウトコースからでストライク。第2球おら投げた。一二塁かーん。押し田君しっかり取って一塁へ。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2年生草薙。スリーベースヒットが出れば最後。右の石澤今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ調子を上げてくるか。はい、じゃあ石澤君頑張って。ストライク。第2球投げた。2球で空振り。これも空振り。追い込みました。第3球を投げた。外角高め。外スライダー外れてボール。次は4球目。しゃ投げた。打った。詰まらせた。これもセカンド。セカンドから1塁送球アウト。さあ終わった。押し田のところによくボールが飛ぶ。バッターは1年生キメダ。今日はツーランホームランを打っています。石澤降板。マウンド上ピッチャーは土屋。今日5番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。おら初球ストレート142。第2球投げた。これもしかし真ん中に投げるな。魂を込めて投げ込みます。マウンド上は土屋。第3球は
ショート回答エンドエラーで勝ったけど決勝進出です。春の甲子園大会準決勝を見事勝利、決勝進出。ありがとうございました。まあ、エラーありながらなんとかこうやっぱつないではできたかな。まあそうっすね、ちょっとやっぱね打たれすぎなんだよね粘ってはくれてんだけど、ちょっと柳川がすごい酷だからさ、これかわいそうになってくるすごいやっぱ柳川がかわいそう頑張って、とにかくもうはい、長かったっすけどね、ちょっとなんとかしてここまで着きました。まず一つである決勝ですね。で、次の動画で勝つことができるのか負けてしまうのかでまた変わってきますので、そこで頑張っていきたいと思います。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。